アレクサンドラフヨードロブナは、ロシア皇帝ニコライ2世の皇后。オリガ王女、タチアナ王女、マリア王女、アナスタシア王女、アレクセイ皇太子の母。ラスプーチンの熱心な信者で、パトロンでもあった。1918年7月17日未明に、監禁先のエカテリンブルクの一派チェフ官において、一家ともども殺された。聖教会で成人、アレクサンドラの両親。 父親のルートビヒ四世と母親のアリス1885年。左から3番目の姉イレーネ、1番上の姉、ビクトリア、2番目の姉、エリザベータ、アレクサンドラ1890年ヘッセン大公、ルートビヒ四世とイギリスのビクトリア女王の次女アリスの間の4女ビクトリア・アリックスとして生まれる。大父母は、プリンス・オブ・ウェールズ夫妻、ロシア皇太子夫妻であった。 母が35歳で死去した後、6歳から12歳まで、祖母、ビクトリア女王に育てられたため、ドイツ人というより、イギリス人であった。1884年、サンクトペテルブルクで行われた姉エリーザベトと、アレクサンドル3世の弟セルゲイ大公の結婚式で皇太子だったニコライと出会い、付き合い、愛し合うようになった。しかし、二人の関係に、 ロシア正教会が待ったをかけた。当時、皇后は正教徒に限定するという規定があった。アリックスは亡き母と同じく、ルーテル教会を信仰していた。悩むアリックスに、ビクトリア女王は、二人の結婚は、英国王室、ロシア王室の双方の安全保障にもなる。正教とプロテスタントの協議の相違は、実際には大した問題ではない。何より二人は、 似合いのカップルなのだからと悟し、結婚するよう進めた。1894年に結婚、同時に皇后となることから、あれだけ苦悩していた教派の相違も、立場が変わったことから回収した。1901年までに巫女を4人出産する。当時の王族にしては珍しく、自ら子供たちに母乳を与え世話もし、深い愛情を注いだ。1904年、 5人目の子供を出産して、待望の男児である皇太子アレクセイが誕生するが、血友病に侵され、その祈祷からグリゴリー・ラスプーチンを招いた。アレクセイの血友病は、自身の母親が属するビクトリア女王の家系に保有されていた遺伝子であり、彼女がもたらしたものと言われる。このことから来る、自責の念があったのか、好位継承者であるにもかかわらず体の不自由な、 一人息子への不憫さからか、皇后はラスプーチンを深刻化するようになったと言われ、皇后を通じてラスプーチンは、帝政末期のロシア皇室に相当の影響を与えた。第一次世界大戦が勃発し、ラスプーチンの予言で、ニコライ二世が戦線に赴くと、彼女が内政を任されるが、何人もの大臣の首をすぎ替え、混乱を招いた。年月、 ラスプーチンが皇族ドミトリー大公らに殺害され、それからわずか3ヶ月後、ニコライ2世は退位。後にトボリスクに送られる。1918年7月18日未明、夫と5人の子供と共に、レーニンからロマノフ一族全員の殺害命令を受けた革命軍により銃殺された。遺体はソ連崩壊後に発掘され、DNA 検査の結果、 姉の孫エディンバラ公、フィリップの提供したものと一致した。1908年6月に、皇室ヨット、スタンダルト号にて、アレクサンドラ皇后とニコライ2世1913年、アレクサンドラ皇后とタチアナ王女1916年、従軍看護師を務めるアレクサンドラ皇后1994年、副顔実によって、生前の姿に顔面が再建された。 ありがとうございます。